鮮やかな色が映える秋の花、ケイトウやジニアです。庄原市の国営美北丘陵公園で見頃を迎えています。ケイトウはおよそ14万本植えられていて、来月中旬にかけて見頃が続くということです。公園を訪れた人は散策したり写真撮影をしたりして楽しんでいました。秋を感じて、空気も綺麗だし、ケイトウがすごくグラデーション、色がグラデーションが良くて、色鮮やかなお花が非常に多いですので、ケイトウにしましてもジニアにしましても非常にビビッドなカラーが元気をもらえるかなと。コスモスは6割程度咲いていて、八重咲きの花びらをつけるカップケーキなど個性的な品種を見ることができます。国営美北丘陵公園によりますと、今年は猛暑の影響でコスモスの生育が少し遅れていて、来月上旬に見頃を迎えるということです。国営美北丘陵公園の秋の花は来月20日まで楽しむことができます。